Team Creative Staff Wolf Team。 というわけで、俺がこの城の宝物の鑑定を頼まれたってわけだ。それで、私は何を手伝えばいいんです？そうだな、これといって何も。でも、それじゃあ。どうでしょう。アネット様には愛車姫に目通りしていただくということで、姫も異国の話に興味がおありのようですし。そうだな、アネット、そうすればいい。くれぐれも失礼のないようにな。はい。なるほど、世には私の及び知らぬ話もあるのですね。はい、本当に。あ、じゃなくて誠に。そのようにかしこまらなくても構いません。ところで、そなたの胸にあるペンダントが？はい、今話した私の養父のメイヤー神父が残した形見です。よろしければ見せていただけませんか？ペンダントは手に入れた。この娘は始末なさい。王女様、何を。
この城の人たち、どうしたっていうの？それに、一体ここは？そこにいるのは誰です？誰？あなたは？では、あの王女は偽物？はい、私はこの牢に幽閉され、バージリスは偽物を立ててこの国を。それがいけませんかな。所詮理想家肌のあなたではこの国を世界の荒波から守ることはできんのですよ。おっと、怪しげな動きはやめてもらおう。何を？決まっているではないか。お前が動けば王女を撃つ。卑怯な。卑怯？軍人ではないお前には理解ができんだろうが、これが戦術というものだ。さて、例のものの隠し場所を教えていただかない限り、彼女は我が軍の精鋭と戦わねばならんが。あなたにできますかな？あの少女を見殺しにすることが。まさかこれほどまでとは。探せ、小娘を探し出すんだ。見つけ次第始末せよ。はっ。ありがとう、助かりました。それにしてもどうして私を助けてくれるんですか？誰もが皆バージリスに喜んで従ってはいないということですよ。それからこれを。それは、ありがとうございます。なんてお礼を言ったらいいのか。礼なんて、それより早くお逃げください。でもアーネストさんがまだ。アーネストさんなら心配いりません。私の部下が無事に保護しております。
でも。追っ手は私がごまかします。さ、早く。はい。No!
急がなくちゃ。なに？ジークさん。おや、気がつきましたね、アネット。ちょうどいい、今紅茶が入ったところです。ネグゼシスの軍政を批判しアメリカに亡命したはずの私がどうしてこの軍服を着ているのか不思議にお思いなのでしょう。ええ、これを見てご理解いただければいいのですが。これは人間がこれほど変われる、素晴らしいことではありませんか。彼らはやがて人類最強の軍隊として世界を蹂躙するのです。あなたは何を言ってるのか分かってるんですか。これは神への冒涜です。神？それはどんな神でしょうね。邪神ハスターですか、それとも。いや、離して。小娘が。
大丈夫か、アネット？はい。ジークフリートか。そうだ、私の方は大丈夫。うまくいった。そちらの方はどうだ？そうだったんですか、この像を取りに。この国の王家の秘宝なんだそうだが、問題はなぜこんなものをネグゼッスが欲しがるかだな。ネグゼッス？少尉から聞いた話だが、バージリスはこの像を必要なまでに欲しがっていたらしい。でなければ王女の偽物まで用意したあいつが本物を生かしておく必要がない。そして奴の背後にはネグゼッスがいる。アネストさん、私は城に戻ります。戻る？バージリスがネグゼッスの兵士にアイシャ王女を引き渡したらしいのです。その像はあなた方が持っていてください。像がこちらにある限り、最悪でも王女の命は安全でしょうから。ギルケ少尉って王女思いなんですね。まあ進化としては力不足だが、男としては合格ということだな。ああ、いや、なんでもない。アーネストさん、私たちは。アネット、決まってるじゃねえか。君もペンダントをジークに奪われたものじゃ嫌だろう。ついでに王女を助ける手助けをしても誰も文句は言わんさ。例の二面女神像はアーネストたちに奪われたと聞いたな。はい、王女の意識に直接介入して聞き出したのですが、どうやら城の中に王女に味方する者たちがいたようです。まあよい。ところでこの部屋にはわしとお前の二人きり。何もかしこまることはあるな？それとも面白がっておるのか？まさか。わしもこの姿ではどうも話しづらい。久しぶりに元の姿になるのがよかろう。
やりすぎちまったぜ。アネット、君は何としてもジークを見つけるんだ。俺はここで奴らを食い止める。でも列車の中で見たことを思い出すんだ。奴がしようとしていることを放っておけば人類の歴史が終わる。必要ならお前の力を全部使ってでもこの基地を破壊するんだ。いいね？そんなことしたらアーネストさんまで。俺のことは忘れるんだ。アーネストさん、行くんだ、早く。さて、お前らにはもう少し付き合ってもらうぜ。ようこそ、アネット。ジークさん、王女は、アーシャ王女はどこにいるんですか？まあ、そんなに焦らないで。それよりもどうです？懐かしいお友達と再会するというのは。ベスティアーナ！ジークさん、あなたは一体どういうつもりで？演出ですよ、あなたを本気にさせるためのね。何を心配しているのです、アネット。誰？友人を殺してしまったからですか？それとも王女の居場所がわからなくなってしまったから？あなた誰です？わかりませんか？ジークさん、本物かなんてくだらないことは聞かないでください。ジークフリート・ミュンヒハウゼンは、彼が生きていた時は彼一人であり、彼が死んだ今となっては私一人なのです。あなたならその意味がわかるはず。そうそう、ご安心なさい。王女は私が大切に預かっております。それから、もう始まってしまいましたか。自爆装置を作動させたことをお教えしようと思ったのですがね。はいよ。え？
ヒルケ少尉に助けられたよ。少尉たちも基地に潜入していたらしくてな。もうバカ！おい、もっと優しく運転してくれよ。しかし早く総統府に行かないと愛者様の身が。それにしてもジークフリート何者なんだ。わかりません。あの人が私の知っていたジークさんなのか、ジークフリートという人間が果たして存在していたのかすらも。人間以外の何者かということですか。それも総統府に行けばわかるさ。
やめた方がいい。この可愛い化け物を殺してしまってよいのですか？姿形は変わっているとはいえ、元はあなたたち三人がよく知っている女性ですのに。まさか。そんなことが。アイシャ王女。ご安心ください。元に戻す方法はあります。どうでしょう。ここは賭けをするということで、私が勝てばあなた方が持っている二面女神像、あなた方が勝てば王女を元に戻す方法を得る。いいだろう。この鞭で貴様の首を締め上げてやる。勘違いなさっては困ります。あなた方の相手は彼女なのですから。ブクモそれ以上やれば王女が死んじまうぞ。見事です、アネット。ジーク、賭けは俺たちの勝ちだな。お願い、王女を元に戻す方法を教えて。いいでしょう。では二面女神像をお出しください。何？なんであの像？あれは古代奇跡の像として崇められていたものです。このペンダントの宝石とともにね。もっともどんな歴史書を紐解いても載ってはいませんが、私が長い時をかけ全ての記録を抹消したのですから。何？私はこう見えてその実人より長く生きているのです。あなた方に想像がつかないほどの長い時を。お前は一体？私はあなたたちがよく知っているジークフリートですよ。その像はあらゆる細胞を活性化させ本来あるべき姿を取るようにと働きかけます。もっとも二面の中からも分かるように一切の生命を焼き尽くすという逆の作用もありますが、そのペンダントの宝石を像の慈悲の女神の方にはめ込みなさい。そうそう、言い忘れていましたが、人間がその像の力を発揮させるには愛とかいうものが必要なのです。同情でも哀れみでもない純粋な愛がねあなた方にそのようなものを持ち合わせている人がいればいいのですが。アーネストさん。王女、どうか。キルケさん、あなた。これは素晴らしい。まだこの世にあの像の力を引き出せる人間がいたとは。キルケ。アイシャ様。キルケ。用事は済んだようですね。返してもらいますよ。そうはいくか。おっ、アーネストさん。私としたことが。アーネストさん。何？この結界がある限りあなたは彼のもとへ行くことはできません。ジークさん、お願い、私をここから出してアーネストさんのところに行かせて。
私に頼まなくてもあなたの力で結界を解けばいい。私が？簡単なこと、私を倒せばいいのです。アーネストさん、目を開けて。お願い、目を覚まして。私を一人ぼっちにしないで。神と精霊と巫女の名において、汝アイシャバーブ・レンブルーラントを王に任ずる。よかったですね。ああ、王女の戴冠式も無事終わりそうだし、バージリス派の連中も一掃された。キルケ少尉、いや、キルケ宰相がついていれば、二度とこの国にあんな騒動が持ち上がることもないだろう。そうじゃなくて、愛し合うあの二人が結ばれるという意味です。あの、私も。アネット、君に話しておきたいことがある。それって今度のターゲットのことなんだが、何にする？俺はな、せっかくヨーロッパまで来たんだから、ケルンあたりで傷を治してからにしたいんだ。ほら、今不況で金もないしな。にゅっ、こら、俺はまだ怪我人なんだぞ。ふんだ。では、これがロケット推進機の設計図。これぞまさしく我が軍を勝利へと導く兵器になろう。わしはこれを V 兵器と名付けよう。これが約束の彼だ。我が帝国が世界に羽ばたくか。閣下、早くお車の中へ。バカな男、このような紙切れなど私には何の価値もないというのに。私の期待を裏切らず、高らかに鳴らしてくださいよ、人類滅亡へのファンファーレを。ねえ、アドルフ。